トリスタンとイゾルデ、トリスタンとイゾルデ、またはトリスタン物語は、中世に宮廷詩人たちが広く語り伝えた恋愛物語。騎士トリスタン、トリスタンと主君マルク王の妃となったイゾルデ、イゾルデの比例を句。イゾルデはドイツ語の音訳で、英語ではトリスタン、あるいはトリストラムと、イズールと、フランス語ではトリスタンとイズー、イーセット、またはイズールと、イズー、イスールトと表記される。起源はケルトの説話であり、12世紀の中世フランスで韻文の物語としてまとめられた。12世紀終わり頃、ドイツにも伝えられた。もともとは独立した作品であったが、13世紀になるとフランスで3分のトリスタンが書かれ、それがアーサー王物語に組み込まれる。そこではトリスタンは、円卓の騎士の一人に数えられ、ランスロットと並ぶ武勇を誇る騎士として、物語が展開された。生まれ落ちて、すぐ両親を亡くしたトリスタンは、やがてオジマルク王に仕え、文武に優れ哀れみ深い騎士として、広く知られていた。トリスタンは、コーンウォールに朝貢を要求するアイルランドの、騎士モルオルトと決闘し破るが、モルオルトの剣に塗られていた毒により倒れる。死を覚悟し、一陣会に漕ぎで出たトリスタンは、偶然にもアイルランドに漂着する。トリスタンは、どんな毒でも取り除けると有名な王妃に預けられたが、モルオルトの仇であることが知られれば殺されるため、タントリスという偽名を使い、回復を待ってアイルランドを脱出した。トリスタンの帰還を喜んだ、マルク王。しかしトリスタンは、ある諸侯に結婚するように求められる。彼はトリスタンが、王の寵愛を受けていることに嫉妬していた。困った王は、では、ツバメが運んできた、この黄金の髪の女性を妻にしようと諸侯を煙に巻く。この黄金の髪がアイルランドの王女、イゾルデのものであると気づいたトリスタンは、アイルランドに再び赴く。その頃、アイルランド王は凶暴な竜の存在に悩んでおり、竜を退治した者に王女を与えるとの布告を出していた。トリスタンは竜を退治するが、力尽きてその場で昏倒してしまう。かねてからイゾルデに思いをかけていた、希少な騎士が、竜を退治したのは自分だと名乗り出て、イゾルデを要求する。不満に思ったイゾルデは、次女、ブランジアンと、従者、ペリニスを伴い竜の住処へと来、そこで昏倒しているトリスタンを発見、城に連れて帰る。介抱する中でイゾルデはトリスタンがオジモルオルトを、殺した騎士であることに気づくが、トリスタンを許した。イゾルデを勝ち得たトリスタンは、オジマルク王のため、また、コーンウォールとアイルランドの友好のため、イゾルデがマルク王の妃となることを、アイルランド王に求め、王はこれを了承した。トリスタンとイゾルデは、アイルランドからコーンウォールに向かう船の中、初夜に、マルク王と共に飲むようにと、王妃から託された媚薬を誤って飲んでしまい、激しい情愛にとらわれることになってしまう。典型的なアーサー王物語の人物は、このようなことを恥じるにもかかわらず、媚薬はトリスタンとイゾルデを道から外れさせた。王の相談役は何度も二人が貫通しているのではないかと疑ったが、トリスタンとイゾルデは無実であるように見せかけ続けた。ベルールによる作品では、媚薬の効果が切れ、二人には、不貞をやめるか続けるかの選択肢が与えられたという。アーサー王とランスロット、グイネビアの三角関係のように、トリスタンとマルク王、イゾルデは、お互いに対する愛を保ち続けた。トリスタンは、マルク王をしまた養父として尊敬し愛していたし、イゾルデは、政略結婚であるにもかかわらず、彼女に優しいマルク王に感謝していた。マルク王も、トリスタンとイゾルデを、息子、また妻として愛していた。しかし、三人は夜ごと恐ろしい未来を予告する悪夢に悩まされるようになる。マルク王はついにトリスタンとイゾルデの不貞に気づき、二人を罠にかけようとする。これは停戦協定が結ばれていたコーンウォールとアイルランドの間に滅亡の危機をもたらすこととなる。マルク王は二人の罪を確信し、処罰を与えることを決意する。それはトリスタンを家計に処し、イゾルデを雷病患者の家に閉じ込めるというものであった。トリスタンは礼拝堂から飛び降りて、処刑から逃れ、イゾルデを救出する。二人は森へ隠れ、マルク王に発見されるまでの日々をそこで過ごした。しかしながら、トリスタンはイゾルデをマルク王に返し、自身はコーンウォールを去るという条件で王と和解する。トリスタンはブルターニュへ赴き、そこで美しく先の恋人と同じ名前を持つブルターニュ王の娘、白き手のイゾルデと結婚する。一連の三文では、トリスタンはイゾルデのためにハープを奏でていた時に、マルク王によって毒槍で致命傷を負わされたという。トリスタンとイゾルデの物語には遺本が多いが、大きくルフ本、俗伝本系と、宮廷本、風雅体本、岸道元系という二つの流れに分けられている。ルフ本系では、荒々しい登場人物が、情熱や衝動のままに動く物語であるが、北フランスの宮廷詩人、吟遊詩人たちが12世紀に新しく現れてきた、ミンネという語で表される、恋愛思想に当てめて作り直し、宮廷本系の流れが生まれた。前者の代表作としては、ドイツのアイルハルトのテキスト、1170年頃、または1185年頃、テキストは、成立年代頃の写本の断片が残存する程度、ベルールのフランス西北部、ノルマンジー方言で書かれた、テキスト、1189年頃が、また、後者の代表作としては、フランスのトマのアングロ=ノルマン語で書かれた、テキスト、1170から75年頃がある。ドイツの詩人ゴットフリート・フォン・シュトラースブルクは、トマの作品を原拠として卓越した芸術的な文体で書いた1210年頃、未完。また派生した独立のテキストとして2つのラフォリエ・トリスタンが残存する。物語の中で重要な役割を占めるのは、母イゾルデが持たせた媚薬だが、その役割の解釈は、ルフ本と風雅体本とで異なっている。風雅体本では、ミンネの観念から言って、恋には一定の作法がなくてはならず、情熱に突き動かされた求愛は騎士にふさわしい恋ではない。ましてや薬のような外部からの力による恋は考えられない。しかし、ルフ本ですでに作り上げられた物語は魅力もあり、定着しているため、宮廷詩人たちは解釈の方を変えることにした。すなわち媚薬はもともと隠れていた感情を呼び覚ます。薬であって、人の恋愛感情はもともと存在したが、抑えつけられていたものだ、という解釈である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。